皆さん毎度毎度おばちゃんカットねショートボブ前下がり系ね最近マスクしてるから横はそれほど長くならないねだけど、まあ、長めで急角度で下げる感じ日本人はね絶壁だからね今もっさり横向いた時後ろ膨らんでたけど実際あの路頭を巻いたりパンマ巻いたりするとあの黄色のラインぐらいなんだよえあんな潰れてんのったらかなり潰れてる で赤いラインのまんまね真後ろに延長していくとね右の写真のムラシケみたくねつむじのあたりがね2 3センチの長さになっちゃうんだよねこれは何回も言ってるねだから後ろはあの青いラインあんな感じでいいんだよねほとんど横一直線なんでっつったら絶壁だから真っ平らだからであと髪の毛が膨らんだりするのもまあこれ癖っ毛とかねいろいろあるからそれ見てちょ微調整するんだけどね ウィックで練習ばっかりしてるとねここがちょっと分かんなかったりするよねこれ何回も言ってるけどねだから絶壁運動上から見た時頭ってのは四角形だからねまあそういうこんな感じで切ると、はい、あと後ろねつむじの下あたりからさっきの紫の線みたいにね2ブロックで切るねやっぱり中の方は中の特に耳の後ろ辺りはあのレイヤー入れ気味、まあ、短めにでつむじの下は 膨らむようにでつむじの上はあのわ。つむじが割れないように。長めに。あと、襟足の無駄弦とこはまたツブロックだね。だ3ブロックになっちゃうの？まあ、皆さん工夫してきた方がいいね。<laughs> 口で説明できないね。何がいいんだかなと思ってね。アシスタントの方がね。先生のカット見てるとね。毎度毎度ワンパターンで切ってんじゃねえって思うんだよね。 切ってる先生はね、毎度毎度違ったりするんだよね。数ミリ程度でね、髪がこっちに流れてからこっちに寄せてちょっと切ってみるとか、横スライスでね、2、3ミリずつずっと削っていくっつうのただ横スライスで切ってるだけじゃんってね。で、ちっとしか切ってないじゃん。でも同じとこ何回も何回も切りながらね、あの薄く削り落としていくんだよね。見ててもね、よくわからない世界ってあるよね。ニューヨークドライカットなんかもそうだよね。 ちっちゃらちっちゃらさ、ちゃら,ちゃらちゃら切ってけどさ、何してんのって感じだよね。みんながやってる本人はなんか違ってることやってるのかもしんないけど、よくわかんない、見てて。ただ毛先シャギ入れてるだけじゃん、みてえなね、切り方だよね。<laughs> はい、お疲れ様でした。 はい、このの襟足の無駄毛処理ねこういうのさバリカンでさチャッチャッチャて早くみんなやるよね自分もやって早くササさサさサってやってるけどこれって何してんのってさなんか適当にやってるよね狙ってないんだよこの動きってやっぱりゆっくり狙ってスナイパーのように宮大工のようにね削ろうと思ったらこんな手の動きじゃ無理だよね。やっぱり ゆっっくり狙って正確にただ単にあの短くするだけじゃなくてシャギ調にバリカンで削り落としたいんだよね <laughs> だやっぱり早い動きじゃ無理さささっとやるとなんか手慣れた先生みたいでいいかもしんないけどやってることは命中してないね、うん、はい、はい、あとはもうコメントなし音もなしはいお疲れ様でした。